します。大久保智之です。最近よく SDGs という言葉を聞きますが、簡単に説明しますと、2030年までに世界各国でいろんな目標を達成しようというもので、その中にエネルギーをみんなに、そしてクリーンにというのがあります。兵庫県でも持続可能でクリーンなエネルギーについて様々な取り組みが行われていまして、今日はその一つ、太陽光発電について見ていきます。まずは淡路島の洲本市にあるため池にやってきた大久保さん。太陽光発電のことを調べるのになんでため池なんかなと思ってたんですけど見てくださいよ、太陽光発電のパネルがいっぱい一体どんな施設なのか詳しくお聞きしました。こちらは何という施設なんですか？龍谷フロートソーラーパーク洲本という発電施設になっています。僕ため池って聞いてきたんですけれども、はいはい、水がないじゃないですか。そうですね、この季節は堤防を固めるためにいつも水を抜いておくんですね。普段は水が入っているってことですよね。はい、ですからフロートソーラーっていうふうに先ほど申し上げたように普段は浮いています。それにしてもすごい施設なんですけれども、はい、どれぐらいの規模なんですか？はい、このパネルが浮いているところが 1.8 ヘクタールです。年間に207万キロワットアワーの発電、平均的な世帯でいくと570世帯分ぐらいの発電量になります。すごい発電量ですね。はい。あとね、僕ちょっと気になったのが、はい、こちらのお名前に龍谷ってつきますけれども、うん、はい、あの大学のことですか？そうです。実は私龍谷大学の教授で、龍谷大学で現在副学長もしております。副学長されながら、はい、発電事業会社 PS 洲本株式会社の代表でもあります。洲本市と龍谷大学と、それから発電会社の PS 洲本株式会社と地元金融機関の人たちとみんなで協定を結んで、地域活性化につながる発電事業をやりたいなと。売電の売上をですね、洲本未来づくり基金というのを設置しまして、学生が地域の活力を増すためにこんなことをやったら面白いんじゃないかとか、市民の活動やあるいは企業にですね、使ってもらえるように支援するということで事業を始めてます。とても面白いユニークな取り組みですね。はい、ありがとうございます。そのユニークな取り組み、私たちの洲本未来づくり基金が支援した取り組みいくつかあります。中にも面白いのがありますから、ぜひご覧になってください。白石さんのおすすめで洲本市内のとある竹やぶにやってきた大久保さん。ここでユニークな取り組みって何なんですかね。あ、作業されている方いらっしゃいますよ。白石さんに教えていただいてここに来たんですけれども。はい、伺っています。淡路里山プロジェクト代表の辻と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こちらでも、はい、洲本未来づくり基金をもとに取り組みが進んでいるんですよね。はい、そちらの基金を活用してですね、放置竹林を整備しています。淡路島では放置されて荒れた竹林が増えて、そこに野生動物が住み着き、農作物を荒らすなどの被害が深刻化しています。そこで淡路里山プロジェクトではこうした整備を行って、少しでも放置竹林を減らす活動に取り組んでいます。さらに竹を使ってあるものを作っているんだとか。実はですね、国産のメンマを作ってます。メンマ？はい、そうです。実はあのラーメンの具材としても身近なメンマの原材料は養竹。輸入品がほとんどを占める中、希少な国産メンマをここ淡路島から全国へ届けたいと生産しているのが淡路島地区。ホームページでの販売のほか、こんな自動販売機も。自動販売機でメンマが買えるんですか？そうです、この中にメンマが入ってます。これ面白いですね。そうですね、塩抜きをして、今日はごま油で炒めて、粗挽きの胡椒と塩で味付けしたものをお持ちしました。それがこれですか？そうです。シャキシャキ。そうなんです、もうこのシャキシャキがもう本当にポイントになります。このシャキシャキ感のメンマ、僕食べたの初めてです。まさかね、はい、
太陽光発電のことを今日調べに来たんですけれども、はい、メンマにたどり着くなんてこれは本当にびっくりしましたさて淡路島から一気に兵庫県を北上しまして豊岡市にやってきました。この田島地域に太陽光発電を広めようと頑張っている会社があるんです。こちらは住宅用資材や太陽光発電設備などを取り扱っている会社、気づき商会。なぜ田島地域に太陽光発電を広めたいと思われたんですか？はい、残念ながら人口も減ってきて、例えば農業される方も減ってきてますし、小さな工場みたいなものもね、辞められたりって方も増えてくる中で、どんどんこう有給地が増えてくるんですよね。でそんな有給地をなんとか生かせるっていうかですね、生かせるチャンスが太陽光発電だと思って、取り組みました。水害でやはり非常に辛い思いをした地域でもあります。でやはりその災害の時にですね、やっぱ電気を、現場現場で作ってるってことが、まあ、何かこれからの役に立たないかっていう思いもあります。実際の施工例を見せていただくことに。こちらの太陽光パネルの特徴っていうのは、まずは高さですね。この結構高いですね。高いです。で実はここは、水害の時にやっぱ1メーターを超えて水が来た地域だということで、もちろん雪が大雪が降っても安心だということもありますけども、まあ、一度経験していることだけに高くしておこうということなんですね。そうですね。さらに発電した電気をコントロールする重要な装置も通常より高い位置に設置されています。水害にあって水が来たりした時に、また大雪の時にこの変換器の方に影響がないようにこの高さになってます。なるほど、水に浸からないように、ね、雪にも浸からないように、すぐ故障になっちゃいますので、田島ならではの工夫だと思ってください。続いてはどういった場所にあるんですか？はい、ここはですね、はい、ここの地域のここ集会所になるんですけども、ここが集会所、はい、奥にありました、はい、で手前これ何ですか？ちゃんと隙間隙間をこうやってお野菜作っていらっしゃいますね、はい、スペースの有効活用されてるってことなんでしょうか？そうですね、はい、実はここはですね、何か災害が起きたりとかした時でも、まあ、非常に快適に過ごせる環境の、場所になっています。であちらの太陽光発電で、発電した電気をもちろん直接日中中で使うこともできますけども、なんとこの蓄電池それを貯めることもできます。ということは、まあ、夜でもこの蓄電池があるから、はい、この建物の避難所、集会所は安定して電気を供給してくれると。この立派な太陽光発電のパネルありますけれども、地域の方にとってはどんな気持ちなんでしょうか？今までね、災害は実際に起きてないですけども、これがあることによって停電になってもね、そのための備えっていう部分ではやっぱり助かるって感じですか？そういうことですね。ちょっとお話も変わるんですけれども、はい、気づき商会さんでは地域に貢献するあるプロジェクトに取り組んでらっしゃるんですね。はい、そうなんです。それは何でしょうか？それがここなんです。ここですか？これなんです。おお、コンセント。災害などで停電になった際に、実はここで作った電気の一部をご近所の方に無償で使っていただくというお裾分け電源の輪プロジェクトと言います。どれぐらいの電力があるんですか？はい、今コンセントが8つあるんですけども、1つが1500ワット、例えばライトももちろんつきますし、はい、はい、扇風機も電子レンジとか持ってくれば使えますし、でこのポットでお湯も沸かすことができると。そうですね。それでは、あー出ました出ました、あーもう湯気が、あー、おいしい熱々の本当にこのお裾分け電源は今ここだけってことですか？お裾分け点検のこの設備はですね、今田島の中で7箇所設置させていただきます。まだ少ないって感じなんでしょうか？そうですね、これからもっと増やしたいなと思います。もっともっとこれからもそういうのにも活動もされるってことですか？そうですね。今日は洲本市と豊岡市から太陽光発電の実例を見てきましたが、単に発電して使うだけではなくて地域のために幅広く利用されているということがすごくよく分かりました。
持続可能でクリーンな太陽光エネルギー、これからも注目ですね。兵庫県からのお知らせです。県内にお住まいまたはお勤め在学中の女性を対象にしたオンラインでの女性サポートを2つご紹介。まずは SNS 相談心チャット。チャット機能を使い女性相談員が悩み解決のお手伝い。無料、匿名、予約不要で相談できます。開設は毎週火曜日から土曜日の朝10時から昼の1時まで。心チャットの二次元コードまたは URL からアクセスしてお気軽にご相談ください。次にウェブ居場所ココカフェ。オンラインアプリ Zoom を使って同じ悩みを抱える女性たちが語り合える居場所です。開設は毎月第2水曜日の夜8時から10時までと第2土曜日の朝10時から昼の12時まで。参加には開催2日前までの申し込みが必要です。どちらも詳しくは兵庫県心チャットで検索してください。来年の1月29日土曜日まで兵庫消費者トラブル LINE 相談を開設しています。電話での相談に抵抗がある方や日中お時間がない方もお気軽にご利用ください。相談は無料。相談受付用 LINE 公式アカウントを友達登録するだけ。利用可能時間は月、日、祝日、年末年始を除く夕方4時から夜8時まで。詳しくは兵庫消費者トラブル LINE 相談で検索してください。以上、兵庫県からのお知らせでした。わあ、綺麗。まるでボタンの花のよう。そう、こちらは冬の味覚、しし肉。甘みがあり、さらっとした脂身が特徴で、栄養が豊富な上に低カロリー、高タンパクなのでとってもヘルシーなんです。そんなしし肉を使った美味しいグルメをたくさん食べられる町があるんです。稲川町で絶品しし肉グルメを食べ歩きしてみませんか？その手に持っているものは何ですか？こちらですね、稲川町のしし肉を扱うお店12店舗を掲載した稲川しし肉食べ歩きマップです。しし肉は稲川町の特産品です。このしし肉をたくさんの方に食べていただきたいとこのマップを作りました。各お店工夫を凝らした自慢の一品を味わうことができます。しし肉食べ歩きマップの中から今回は3店舗をご紹介します。まずは鍋料理が自慢の奥田屋さんです。美味しいと評判の自慢の名物ボタン鍋をご賞味ください。しし肉料理の定番といえばそう、ボタン鍋。店主のこだわりがたっぷり詰まったお鍋が大人気なんです。ええ時期のイノシシしか買わないんですよ。食べてみたら分かると思うんやけど美味しいです。これこれ、よく出汁が染み込んだしし肉、もうたまりません。里山の栗や木の実を食べて育ったイノシシの肉は臭みがなく甘みのある味わいなんだそうです。しかも味噌ベースの特製だしのレシピは門外不出でご主人以外に誰も作り方を知らないんですって。おいしいボタン鍋、ぜひ食べに来てください。よろしくお願いします。続きまして創作和食&カフェ草月さんです。料理はもちろんですが立派な店構えにも注目です。築140年以上の古民家をリノベーションしたお屋敷のような建物。昔ながらの趣あるレトロな雰囲気が魅力です。お、すごく豪華ですね。なんというお料理ですか？
こちら当店自慢の大吟醸酒粕を使いました大吟醸酒粕仕立ての春夏秋冬ボタン鍋となっております。ボタンとお酒って相性が良くて酒粕を使うことによってかなりまろやかに召し上がっていただけるというところであります。あとはまあ酒粕ここに詰まってくるとさらに肉の旨味も凝縮されて酒粕の旨味も出てどん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 煮詰めるほど美味しくなっていくというお鍋となっております。使用している酒粕は長野県の酒蔵から最高級のものを直接仕入れているそうです。コースのお料理はこだわりの食材を使ったものばかりでどれも絶品です。関西では非常に珍しい酒粕仕立てのお鍋ですのでぜひ当店にお越しいただいてお試しいただければと思います。最後はリストランテトリトンさんです。冬季限定の特別メニューがすごいんです。すごい冬季限定メニューってイノシシのお肉を使ったイナボーバーガーといいます。イナガワのキャラクターイナボーをモチーフにしたトリトンオリジナルのハンバーガーです。見るからにボリューム満点で、そのお味は牛肉2に対してイノシシのお肉を1使いお肉の旨味がジューシーにこぼれてそこに柚子の爽やかな香りの広がる旨味たっぷりの和風テイストの味になっております。他にもまだこだわりがあるそうでハンバーガーのバンズはトリトンの天然酵母を使ったコペパンを使用しており国産小麦も使用しておりますのでお子様でも安心して召し上がっていただけるような体にいい食材を使っております。稲川の美味しいものをギュッと詰め込んだ一品ぜひお召し上がりください。稲川町には紹介したお店以外にも絶品しし肉グルメがいっぱいです。このマップを持って食べ歩きしに来ませんか。寒さも忘れるくらいの美味しさがいっぱいです。今週の輝きさん、今週の輝きさんは親子での舞台鑑賞や遊びを通して仲間の輪を広げる活動をする北川京子さん。そしてリポーターはおはようございます、田口真理です。今日は宝塚市のソリオ宝塚にやってきました。これからあちらのホールでミュージカルが開催されるということなんです。今回の輝きさんは宝塚ファミリー劇場という団体の方なんだそうですが早速行ってみましょう。ホールの搬入口では舞台セットが次々と運び込まれていきます。皆さんいらっしゃるのちょっと聞いてみましょう。おはようございます。ミュージカルがこれからあるっていうのをお聞きしたんですけど、ミュージカルに出られる方？いえ違うです。よく言われるんですけど、はい、親子で劇を鑑賞する会なんですね。で今日今劇団さんをお迎えしてその搬入のお手伝いをしています。私たちはスタッフなんです。あ、そうなんですね、はい、昭和30年代にテレビの普及で子どもたちの遊びの場が減ってしまうことを危惧した福岡の母親たちが舞台鑑賞の機会を提供する会員制の親子劇場を設立。その後全国へと広がり宝塚では昭和52年に宝塚ファミリー劇場通称ファミ劇がスタートしました。ファミ劇さんというのは、はい、具体的にはどういった活動をされてるんですか？はい、私たちは基本親子で生の舞台を見ること、それと体験遊びですね。季節ごとのクリスマス会をしたり夏はキャンプに行ったりとか見ること遊ぶことっていうことで、はい、2本立てで活動を続けています。やはりね、親子で一緒に舞台を見たりとか一緒に遊んだりする時間っていうのは一生のうちでほんのね、なんていう数年やと思うんですね。だからそういう時間を子どもの育つ家庭に生かしてほしいなっていうのが、で見ることも、はい、一つのジャンルにこだわるんではなくて今日はミュージカルの舞台劇をみんなで見るんですけれども、音楽、芸能、で人形劇、で舞台という4つのジャンルをまんべんなく見れるように、はい、そういう機会を作っています。
北川さんはそのファミ劇の12代目の運営委員長なんです。皆さんが北川さんでって思われるその理由ってやっぱりパワーですよね。何においてもこう前向きっていうかな、いろんなことを自分なりに紹介していい方向に向かうにはどうしたらいいかっていうことを考えながらで相談しながら前に進んでいけるっていう。どうですか、リーダーっぷりと言いますか。頼もしい方ですあでもちょっと抜けてるところも本当はあって。抜けてるところあるんですか。特に締め切りとか結構苦手な方なんですよ。こう、はいはいはい、総会指導とかもいつもね、運営委員長としての挨拶とか書いてあるの1ページいるんですけども、はいはいはい、いつも最後の本当の印刷する日にしか間に合わなくてギリギリなんですね。ギリギリのところが周りでいっぱいフォローしてます。ミュージカルを楽しみにしていた会員の親子たちが集まってきました。立たない、他の人が見えなくなるから。喋らない、他の人が聞こえなくなるから。食べない、他の人が食べたくなるから。よろしくお願いします。ミュージカルは3人の泥棒が1人の女の子と出会う愉快で少し切ないお話。子供たちは舞台に釘付けです。どうもありがとうございます。使わせていただきます。終わってどうでしたか。面白かった。歌声がすごい素敵で、演者さんとの距離がすごい近いのがこのファミ劇のいいところだなと思って、今日初めて親子席から外れて子供だけで見れて、なんか暗いシーンが多かったので怖がってこっち来るかなと思ったんですけど、全然怖がるどころか笑い声が聞こえてくるぐらいで、とっても楽しかったです。どんなとこ楽しかったですか。最後のお城とかもすごかったです。劇団をプロデュースする金安さんはファミ劇とはもう20年のお付き合い。その子どもたちがそういう公演とかを見て どういった様子なんですかね。ものすごい集中しますね。心の中が大人以上に動いてるっていう、だからやっぱそういうところにその生で感激する意味があるわけですね。そうです。北川さん、はいなんですけども、やっぱり顔っていうだけあって、非常にねパワーとオーラがあるっていうね、そしてこう人を引きつけていく。確かにもうやったすぐ分かるかもね、パワフルさを持ってらっしゃいますもんね。そうなんですよ。皆さんは ご家族ですか。私の娘と息子で子供たちです。すごい、じゃあ3世代友達ができるっていうのがまあ一番、未だにねその当時の先輩方とも付き合いがあって。もともとお母様が演劇、ずっと40年以上前から入ってて、そんな前からおおらかで見守ってくれる、入ったらファミ劇のお母さん的な存在。はい、もともとファミ劇に入ったそのきっかけみたいなものはあったんですか。はい、うちの長男が今30歳なんですけれども、その息子が5歳の時に広場で段ボール遊びをする会があるよって言って、自分たちで段ボールでトンネルを作ったりキャタピラーしたりとかで、子供がすごく面白かったって言うんですね。やっぱり野外で工夫しながら五感を使って、目いっぱい遊べるって、本当地域の子供たちみんなで、遊べる、そういう機会を提供していけるような会にも、なってきたんです最近。はい、はい。別の日、その様子が見られるというので、宝塚市立文化芸術センターにやってきました。ファミ劇の遊びの広場が開催されています。なるほど、段ボールや空き缶などで工夫しながら、親子で遊ぶ仕掛けがいっぱいです。こちらではファミ劇のポリシーである本物の音楽に触れる時間も用意されていました。この場所でファミ劇の遊びの広場を開催するのはどんな理由があるのでしょう。この今日の会場の芸術文化
化センターの周辺というのはすごくマンションがたくさんできて、そこに本当若い世代の子育て世代の方がたくさん住んでいまして、だからそういう会員街の皆さんにも一緒になって遊んでいただく機会を持っていただこうということで、はい、楽しんでいただけたら嬉しいなと思っています。はい、輪投げで手伝いをしていた女の子2人はファミ劇の会員ではないそうですが、北川さんに頼まれてお手伝いしてるっていう感じで、優しくて2人目のお母さんみたいな感じもっとちっちゃい子たちとコロナとかなかったら特にもっと触れ合えてたんですけど、本当に久しぶりに触れ合えたのですごい楽しかったです。北川さんはどんな思いで運営委員長をされながらこのファミ劇を支えてらっしゃるんですか？はい、一人の子どもが育つ時にやっぱりいろんな大人が関わって育つことってすごく大事やと思うんですね。でそういう意味でこのファミリー劇場っていうのは子どもたちにも活躍の場っていうのを作ってまして、でその時にすごく褒めてもらったりとかするんですよね。子どもが成長していく中ですごく大事なことやと思うんですね。まあ、私も先輩方から受け継いで、今会を引っ張っていく立場ではいるんですけれども、思いっていうのをやっぱり次の今の若いお母さんたちにもずっと続けていってもらえるように引き継いでもらえたらなと思っています。いやー、北川さんもう一日中パワフルに動き回って会の皆さんを引っ張ってらっしゃいました。また子どもたちや親御さんたちもとっても楽しんでらっしゃいましたよね。ファミ劇を通じて地域の人々との交流や親子の絆、そして子どもたちに豊かな感性を育む活動をしてらっしゃる北川京子さん、確かに輝いていました。ここで番組からプレゼントのお知らせです。姫路市にある福寿堂本店の針町のり8個入りを5人の方に、国産の羽豚餅を練り込んで焼いた生地にあっさりと炊き上げた北海道産大納言小豆の粒あんを包んだもっちり新食感の和菓子です。ご応募の締め切りは12月25日土曜必着。当選者の発表は商品の発送をもって返させていただきます。たくさんのご応募お待ちしています。